中国はですね、フェイクニュース相当ネットで発信してんじゃないかということで注意が必要ですよね、はい、台湾研究者の答えということで朝日新聞が報じています、はい、蔡英文総統がビデオメッセージで訴えた中国から発信される情報について、すべてのメディアはしっかり真偽を確認し安易に引用しないでほしいと、うん、まあ、これは結構異例な、異例の要請だったということですね。そうですね、はい、やっぱ台湾ではもうサイバー攻撃であったり、はい、フェイクニュースが出回るのが、はい、もうなんか日常になってしまっていると、うん、いうことなんですね。でしょうね。はい、で、台湾って新聞、まあ、当然いっぱいあるんですけど、はい、うん、1950年創刊の中国時報は2008年、うん、食品製造業を営む、OO 集団の傘下に入ったと、うん、まあ、この会長も蔡さんというんですけど、はい、その論調は以降急速に中国寄りに傾斜していくと、うん、蔡会長は90年代初めに中国で最初の工場を設け、中国事業を拡大してきたと、はい、うん、だからそういう事情があるので、まあ、そうですね、まあ、どんどんもう中国寄りに忖度していくと、はいはい、でかつて中国時報でも編集長を務めた、うん、まあ、ある男性がいるんですけども、うんうん、この人も、中国政府が台湾メディアにかけてきたさまざまな圧力を肌身で感じた一人だと言うんですよ、はい、うん、でですね、12年の2月、まずトラブルがあったんですね、はい、当時の中国の国家副主席だった習近平氏のライバルとされた重慶市トップ、ポーシーライ氏の、はい、からも不祥事が明らかになった。はっきりですね、はいはい、政治闘争との見方が出る中、うん、王鵬も多くの紙面を割いて事件を報じ、うん、はい、関連書籍の出版準備も進めたと、うん、だが事件から1ヶ月、江さんは突然社長の肩書きを残したまま編集長の職を解かれ、紙面への影響力を失ってしまうと、うん、だからちょっとこう書いてはいないところを書いて、はい、そうですね、まあ、なんか向こうから圧力がかかったのか、はいはいはい、クビになってしまったと、うん、いうことなんですね。なんか台湾ではこういうことがあると。そうですね、はい、はい、台湾の政治大学で新聞学を研究する馬健蔵教授、台湾メディアを巻き込んだ中国政府の世論戦が伝統的なメディアに対する社会の信頼を低下させている上、中国を過度にヒール化したり、まあ、悪役ですね、はい、化したり恐れたりする風潮が広がっていると懸念していると、うん、はい、大事なのは人々のメディアリテラシーを高めることだと言うんですけ ど、これ難しい問題ですね。うん、もう日本ですら、はい、フェイクニュースがいっぱい出てて、はい、で陰謀論もいっぱい出てて、うん、で陰謀論に乗った政治家が誕生していって成長ができたりするぐらいですから、はい、台湾なんてもう最前線ですから、うん、毎日フェイクニュースが飛び交って陰謀論とか何から分断するような情報が全部出てるはずなんですよね、うん、だからもう本当にちょっとこれはリテラシーを今から作るのがどこまでできるかっていうか、いやこれあと、うん、後天的にどうにもなんない部分があるのかなってちょっと感じるところもあって、後天的というのはいやつまりその、うん、なんか後からその陰謀論とかはまずいんだなって気づいて軌道修正できる人がどこまでいるのかっていう、あ、そうね、うん、もう陰謀論ハマっちゃった人は陰謀論のまんまでいった方が人生楽だと思って、うん、しかもその、まあ、宗教に入った人と同じで、はい、やっぱそれを嘘だよっていうとより反発するんですよね、うん、宗教もそうでしょ、入っちゃった人に、うん、あれは危ないよって言ったら、うん、お前はサタンの側だっていうふうに逆に言われて、はい、うん、まあ、壁ができると、うん、カルト化する。だからやっぱり陰謀論にはまってる人を陰謀論これフェイクニュースだよっていうふうに言うと、うん、そこに対してギャーってなって、うん、お前こそ陰謀論だとか。そうなんですよ、はい、でこれやっぱ一番厳しいのは、うん、その前提を共有できないっていうところなんですよね、うんうんうん、だからその前提の事実それ間違ってますよっていうことが、うん、はい、まず許されないというか。確かにね、うん、フランクフルト銃撃戦ですよね。フランクフルト、はい、いやでもそんなことあったかもしれないじゃないかみたいな、はいはい、GPS 投票用紙とか、うん、そういうふうな話。そうだからないことを証明しろって求めてくる人はもうやっぱ会話ができないなというのはありますよね、はい、うん、はい、だけどやっぱあれ言ってた人も相当そういう勢力入っていた可能性もありますけどね、うん、はいはい、だからロシアとか中国とかそういう権威主義国家が日本を混乱させるためにやっていた可能性っていうのは、日本をやろうとしてたわけじゃなくて、もともとアメリカをやろうとしてたのを勝手に日本のそういうのの、まあ、何かな、やっぱこう手先になりやすいタイプの人がそういう論を拡大していったっていう、そういうことなんですよ、うん、はい、
ことですもんね。そうです、まあ、まんまと引っかかった人が一体どれだけいたのかっていう。めちゃくちゃもう全ての陰謀論を毎回拾ってた人いますからね。そうです、ずっともうことごとく拾ってましたからね。でそういう人って今も変わらずやってますからね、うん、そうです、はい、新しい陰謀論、新しい陰謀論みたいな、うん、だからついこ の,、ま、この間もやったあの、はい、何でしたっけ、スナイパー小屋とか、スナイパー小屋ですね、うん、疑念があるんだとか、うん、そうですよね。だから本来だから取るに足らないような話まで、はい、3時間後にそのテントが移動された、うん、もしこれが本当ならっていうあの構文になってましたけれども、いやだってテント張ったら目立つだろうと、はい、そんな証拠残る可能性あるわけじゃないですか、うん、そんなことや目立つ、いやっていうかテント立てたなら、うん、解体しに行かないんじゃないかなって気がしますけどね。そうほっとくよね。そうそう、3時間後に撤去されたとか言って、うん、いやいやそこに警察が来たら危ないでしょって、うん、はい、なんでそんな悠長にやってるのかなと、はい、思いますけどね、うん、はい。でそういうなんか情報工作の一環なのか、うんうん、日本はゴミのような存在、二度もナチス政権支持、外国高官物議ツイート次々と、はい、読売新聞が報じているんですが、うん、はい、なんか最近あの物騒なこと書いてる、うん、その外国 の, その大使館、在日大使館だったりとか、はい、総領事館の人がなんか目立ってるという話なんですよ、うん、はい、2060年に中国やアメリカから見れば大きな点で日本はゴミのような存在になってしまう。在大阪中国総領事館は9日、専門家による日米中の今後40年間の国内総生産の予測に関する記事を引用して投稿し、あまりにも非礼と批判された。同館は学者さんの文章の表現を引用したもので当館の表現ではありませんとしながらも、誤解を避けるために、関連内容を下げさせていただきました、うん、として削除したと、はい。コロナ発生源をめぐる問題に触れた昨年8月6日の投稿では、もしもしアメリカさん聞こえてる、ほんまはそっちから、コロナが出たんやないかなと書き込みこれが公式アカウントかなどと批判するコメントが殺到したと、ね、まあ、あれ最低ですよね大阪の中国のあれ、はい、一番すごいのを呼んできましたよね、はい、そうあんな戦狼外交をやるやつがね、うん、本当に、はい、やっぱロシアなんかも、うん、結構その変な投稿をしていまして、はい、まあ、これだから日本批判だったりとか、うん、あのロシアがいろいろこうやらかしている時にも、はい、キエフ政権が、ザポロジェ、まあ、これザポリージャ原発に対する絶え間ない攻撃を続けているとか、はい、うん、ウクライナがロシア兵に有毒物質を使用など独自の主張を頻繁に投稿していると、うん、でもこれを信じてる人いますよね、うん、いますね。ロシアが仕掛けてるのを逆に、はい、うん、ウクライナ側が仕掛けてるんですって言ってる、うん、それを広げてる日本人が いますよ。そう、はい、だからのブチャの虐殺はウクライナがやったんだみたいなこと言ってる日本人がいます、うん、日本のまあ元官僚とか、うん、あとまあジャーナリストと言ってる人とかも、うん、まあ、そういうふうなロシアの片棒を完全に担いでますよね。片棒っていうかもう両方の棒担いで、昔としても担いでるなっていう感じですもんね。はい、そういう人いるんですよね。います。いや、しかもそれで、うん、あ、素晴らしい、何々さんは真実を語ってくれますみたいな、そうそうそう言って、まあ、あのリプがいっぱいついてる地獄みたいなリプになってます、はい、だってあれ何の根拠もないですからね、うん、そうですね、はい、その辺、うん、そのブチャの件って、うん、もうマスコミとかめっちゃ検証してるじゃないですか。そう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 、今はその昔はできなかったような、うん、その衛星写真の分析とか、はいはいはい、だからそういうもので すぐにできちゃいますからね、うん、あのその日を追って、はい、あのここに何があったとかなかったとか、はい、そういうのもできちゃうので、はい、それでいてあの主張できちゃうっていうのが、あ、もうちょっと意味が分かんないですよね、うん、もうロシア側の情報しか正しいと思ってない人がいるんですよね、うん、はい、だから本当はあの危ないですよ、はい、危ない。だから、まあ、まあ今日見てくれてる人は大丈夫だと思いますけども、そうですね、さらにそれを強化するためにも、うん、まあ、僕の新しい本、僕らは僕らの情報戦、違います僕らの日常は情報戦、日常は情報戦ですね、はいはいはい、僕らのこれ書かないように書かないよそれがちょっと違う本になっちゃうんで、はい、分かりました、はいはい、そう、この書影が今、はい、あ、出ました、本当だ、まあ、定番の、はい、この何でしょうね、はい、不走者新書のものになってますんで、まあ見つけやすいと思いますよ、はい、これ上の方が切れちゃって僕らの方が見えないですけど、はい、見切れちゃった、ね、僕らのやると本当に問題だよそうですか、はい、それはもう私のだみたいな、あ、そうですね、はい、私の僕のか、はい、それは僕のだみたいな人出てきますんでね、はいはい、はい、オレンジっていうこのオレンジ意味あるんじゃないですか。いやいや、これはだって不走者新書だから、はい、いや、そんなこと言ったら和田さんのそのコップだってそれ、はい、参政党支持者じゃないですか。やばいな、やばいな、オレンジでも、ね、参政党支持者に見せかけて T シャツは令和新選組なんだ、はい、そう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 なんですよ、
9月の2日に、はい、僕の新しい本、はい、日常は情報戦がいよいよ、はい、発売になりますので、はい、でもすぐですよ、本当にありがとうございます。私もアマゾンでですね、はい、10冊ほど検索しました。10冊ほど、そうです。僕らの日常は情報戦で検索してですね、はい、最初にいらないですから、ね、はいはいはい、ぜひあの、ね、皆さんにも買っていただきたいなというふうに思うんですが、皆さんね、アマゾンにもリンク出てますんで、そうですね、クリックして予約することできますんで、はい、ぜひ、はい、そうですね、一番早く読みたければ、はい、Kindle 版を買うっていう、あ、なるほどね、はい、すぐに当日にね、Kindle 版はもう、はい、12時に多分公開されるでしょうから、あ、そうですか、はい、なるほどなるほど、はい、まあ、ぜひあの進撃の巨人方式で、そうですね、はい、僕が毎月別冊少年マガジンをリージに買ってたっていうのはありましたけどね、はい、そのやり方でね、はいはい、オーディブルはちょっと分かんないですけどね、うん、はい、まあ、今のところ電子版と、うん、普通の紙のものが出ますので、はい、あの不走者新書なので、うん、あの大体その本屋さんって新書コーナーありますから、はい、そこに置かれると思います、うん、はい、なるほど、新書コーナーのところ、はいはい、お値段は935円ですね、はい、大変お安くなってます。そうですね、はい、はい、それでなんかさっきちょっとこの放送開始前に、うん、なんか935円でなんか、ファンザがどうだみたいな話したら、はい、ファンザってそんな値段すんのかみたいなことを丸さんが言ってて、はい、いやそりゃするんでしょう。はい、いや、わかりました。まあ、ただでそんな動画いっぱい落ちてんじゃないのっていうのがある中で、1000円出すのっていう、ちょっと1000円、いやみんな出してますよ。出してるんですか、はい、いや1000円だったら、まあ、はい、もう旧作の普通の一般的なものじゃないですかね、はい、なるほど、分かります。大体の高いものになると、はい、今もう HD 版だけじゃなくて 4K 版があるんで、はい、新作だったらもう3680円とか、それ聞いてびっくりしたんですよ、ね、すごいなと思って。そうですね、はい、そんな高いの買うのかって、ね、いや結構だから買ってる人がいるから盛り上がってるジャンルなんじゃないかなと、うん、なるほど。いや毎回僕思うんですけど、はい、あのなんていうかな、そういうアダルトな映像で逮捕される人いるじゃないですか。はい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 、その例えばなんか無修正のやつを、うん、なんか違法に作っていて逮捕されましたとか、はいはいはい、それなんか4年で10億稼いだとか、あ、はいはい、そういう事例って結構あると思うんですけど、うん、はい、だからやっぱエロってとんでもなくみんなお金を出す、確かにジャンルなんでしょうね。だからもう本当にもう金に糸目をつけず、はい、麻痺してる人はね、うん、まあマニアっていうのは全然どんどんね、はい、そっちにつぎ込むっていうのがあるんですけど、うん、そこにつぎ込む動機がすごいなというちょっと思いましたけどね。はい、いやまあ一種なんでしょうね、はい、こう芸術品を買うみたいな。なるほど、はい、アートだと。そうですね、はい、あ、だってあのアーティストの、うん、例えば好きなミュージシャンがいますと、はいはいはい、いう時に好きなアーティストのライブ DVD とか買うじゃないですか、はいはいはい、片っ端から買いますね。そうですね、それあります、その感覚です。あります、あります。気に入ったアーティストがあったら、はい、全部クリックしていくって。そう、全部全部買っていくっていう。あります、あります。そういう感覚だと思います。はいはいはい、分かりました。研究ですよ、はい、分かりました、分かりました。そう言われますとね、はい、分かりました、はい、ということです、はいはい、まあ、つまり何を言いたいかっていうと、はい、まあ、僕の本をね、はい、ぜひ買っていただきたい。いや、そうですね、はい、はい、いうことで、はい、ネズミランのピカチュウさん、 F 社で新作発売おめでとうございます。早速サンプルを見ましたがたまらないです。定番の MM 号や素人ナンパものだけでなく企画ものや特殊プレイなども挑戦していて大興奮でした。カズヤさんのテクニシャンぶりが見れて大満足です。サンプルのレベルですから 本編はもっとすごいはず。興奮してきました。それ多分違う F 社見てます。何を予約したんでしょうか。不走者から本を出すんですけど、はい、あ、F 社って書いてます。いや、あの、はい、不走者は不走者、あの動画のサンプルとかないんですよ。ファンズだったら動画のサンプルがあって、まあ、一部、はい、なんかこういうね人が出てますみたいなの、ね、こういう感じですみたいなの出てますけど、はい、ちょっと F 社ちょ間違ってるんじゃないですかね。ちょっと間違ってると F 社違いと、ね、F 社違いと、はい、勘違いだそうですね。はい、ショーダブル王さんも、こんばんは。和也さんの新刊ですが Amazon で見たら F 社の本でランキングトップになってました。お、ホゼさんの F 社のエースとなられたのですね。新刊楽しみです。どこまで攻めてるのか分かんないですね。だから不走者なんで、はいはいはい、不走者新書っていうランキングがあるんですよ。あ、なるほど。だからそこでトップ。あ、なるほど。っていう。F 社、F 社って書いてますね。そう。ちょっと紛らわしいですね。紛らわしいですね。F 社っていうのは不走者とファンザっていう。はいはい、しかもファンザだったら社つかないですから、ね。なるほどね。ファンザ社って言わないですから、誰も。なるほど。わかりました。はい。田中武さん、ところで和也さんの新刊発売記念のサイン会等は予定あるのでしょうか。あ、はい、いや今のところちょっと何も考えてなかったんですけど、出版社から言われたら行くと。そうですね、うん、まあ、なんかイベントね、うん、やればね、やってもいいかなと、はいはい、そうですよね、はい、トークショーとかもいいんじゃないですか。そうですね、はい、